アズウェル監視任務中間報告書。疫病の研究を行う医者の家に生まれた監視対象は、現在医学のみならず、歴史学、武術、芸術、文学、人類の文明すべてについて探求しており、幅広い知識と知的探求心を買われて機関に招き入れられる。その後は特に人の断りから外れた存在、現象に対するアーティファクトや生態理論などの研究成果で、機関に多大な貢献を果たしており、功績を認められ、機関における最高意思決定機関、12の座の一席を獲得。現在は北欧支部に所属。昨日発生した光の柱、イビルスパームと呼ばれる現象について研究を行っている。以上、今回の報告とする。以下は監視対象との記録となる。これは仮説になりますがね、おそらくイビルスパームは我が機関の象徴となる霊剣とは対照の邪剣と呼ばれる存在によって引き起こされたものだと思われます。以前諜報部が回収した邪剣のかけら、これと同様の波長があの光の柱からも観測されました。そして人類にあだなす無価値のゴミどもが放つ波長もこの邪剣のものと同様でした。つまりイビルスパームとは個人差はあれど邪剣の波長と同調するものから理性を奪いゴミくずに変貌させるものなのでしょう。私が愛する人類を害するゴミくずを増加させるなど全くもって迷惑な現象ですね。君もそう思いませんか？はい。一方でその忌まわしいイビルスパームから新たな着想を得ることもできたのですが、ああそれはそれとして、イビルスパームを引き起こした元凶については、そうですね、もし私の仮説が正しければそれは邪剣の持ち主、例の青騎士でしょう。以上、今回の報告とする。以下は監視対象との記録となる。ついに完成しましたよ、カタルシス。愛する人類を運命の鎖から解放する鍵を生み出す、その装置の試作品。その鉄鋼が装置ですか？ただの鉄鋼ではありませんよ。レプリカではありますが、霊剣と邪剣のかけらを装着し、それらの波動を利用することでゴミくずどもを一周する力を発揮するのです。安心してください。レプリカと言ったでしょう。霊剣と邪剣に似て非なる代物です。機関の理念、人の断りから外れた存在である異分子および災禍をもたらす力を持つ者は処刑対象には反していませんよ。さあ早速検証です。まずは外に出てこの装置の実用性を再確認しましょう。あのゴミは今回の実験用に捉えておいた異分子、ただのカカシですよ。驚くことはありません。さあピーラマ、すなわち偉大なる実験の始まりです。実用性は問題ないようですね。しかし鍵を生成するにはまだ出力が足りませんか？鍵とは一体？もちろん私が計画している人類救済プランのまさしく鍵となる存在ですよ。この鉄鋼を用いて生成するのですが、現状では無理ですね。鉄鋼の出力を上げるための手段を調査する必要があります。可能であればイビルスパームに近しい波長の共鳴が、先ほどのようなゴミくずでは波長が弱すぎて話になりませんが、まあいいでしょう。手段については後ほど考えましょう。それよりそろそろあなたに教えてあげましょうか。私の人類救済プランについて気になっていたでしょう。
フィールドワークの時間です。ついでに周辺のゴミ掃除も行いましょう。かねてより発見報告がなされていた次元の裂け目アストラルホールの調査に赴きます。報告によればアストラルホールからはゴミくずと同様のしかしより強力な波長が観測されています。このまま放置しておけば周辺の愛すべき人類がゴミになり変わってしまう恐れがあるため、我々はアストラルホールの調査および除去を目的として現地へ向かいます。より強力な波長、これは期待できそうですね。てめえら、ここを通りたければ俺たち旅団のために身ぐるみを。そいつ。知能の低さが気になりますが、それでも彼らは愛すべき対象です。私が彼らの愛を受け止めましょう。見逃してくれ。あんた何なんだ。そいつといい頭おかしいんじゃないか。おやおや、先ほどまでの異性はどうしたのですか。恐怖に濡れたその表情も好きですが、少ないボキャブラリーで虚勢を張っていたあの姿もとても尊いものでしたよ。頼む、この通りだ。許してくれ、何でもする。そうですか。それでは今からあなたたちで殺し合いをしてください。生き残った者を見逃してあげましょう。拒否すれば殺します。さあ武器を取って共に情を分かち合った仲間を殺すのです。生きるために。やった、やったぞ。俺は素晴らしい、マーベラス。いいドラマを見せてもらいました。じゃあ、ええ、ですが一つ聞かせてください。今あなたが手にかけた者たちの名とあなたとの間柄を。それはさあさあ早く。あそこで倒れているのはジョンで、俺とは団を結成してからの中で。おほう、それではあちらで倒れているものは。あいつは俺の弟で、俺はとってもいい表情だ。今ようやく自身が行ったことについて理解したのですね。さあ続きを早く。おや、どうしたのですか。もっと感想を、慟哭を聞かせてください。おしまいですか。仕方ありません。とても良いドラマを見れたので良しとしましょう。君はなぜそんなに怒っているのです。ああ、誤解しないでください。私は人類を愛していますよ。むしろ私が愛を捧げるべき唯一無二の存在だとも思っています。歓喜から絶望、好意から憎悪、理性と情動の天秤で揺れ動く彼らが生み出すドラマは私に生きる活力を与えてくれる。ならば私も与えなければなりません。私のすべてをもって人類を救済する光を。さあ先へ進みましょう。私の予測が正しければアストラルホールも救済の光の礎となるものです。これがアストラルホールですか。素晴らしい、実にグランデ。
なるほど、イビルスファームと同一の波長でそれなりに出力もあるようです。周辺地域でゴミが増えていた原因はこれでしょう。あとは除去法ですが、それを試す前に波長の共鳴による装置の強化を試して。まあ当然ですか。アストラルホールの中は力の波動が満ちている。嘆かわしいですが、このようなゴミが出てきても不思議ではありません。理性を捨てたクズが同じ空気を吸っていることすら忌まわしい。今回は捕獲しないことを疑問に思っているのですか。私としても全てのゴミクズを殲滅したいのですよ。これらは私の愛する人類を害する獣と同等ですからね。それだけでなく、私が愛した人類と同じような姿をしている、これはもはや私の愛に対する冒涜です。すでにゴミに対する実験観察の段階は済んでいます。ならばあとは根絶やしにするのみ。さてでは装置の強化を試してみましょう。おお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 おアストラルホールも消えました。共鳴による同化もしくは吸収。なるほど、これは新たな発見だ。そしてこれで計画を実行できる。何？欠片が砕けましたか。所詮レプリカでは力の増加に耐えられないといったところですね。やはり必要になりますか。まがいものではない本物のかけらが。今頃機関の者たちは限界態勢を敷いているのでしょうね。君の偽の報告書に惑わされ、レプリカの霊剣のかけらを崇めながら、すでに二つの欠片は回収済みだというのに。まんまと手のひらの上で踊らされてしまうとはな。これはこれは、諜報部の長が直々に見送りに来てくれましたか。想定よりも早いご到着、ご苦労様です。アズエ、なぜ機関を裏切り。それは彼ですか。ええ、監視されていることに気づいたのでやめるように伝えたのですが、抵抗されたのでちょっとした処置を。大丈夫ですよ、命に別状はありません。人類救済プランのためとはいえ、愛する人類を殺したくはないので。というより、そもそも本当に気づいていなかったのですね。おかしいと思わなかったのですか。送られてくる報告書でしか彼とコンタクトが取れなかったのが。ゲドーが、貴様のような悪魔が人類を救済することなどできぬ。心外ですね。私は明確なビジョンを持って救済プランを実行しようと考えていますよ。なんだと。端的にお伝えしますと、イビルスファーム、あれは邪剣だけによる不完全なものだったのです。しかし邪剣と霊剣、双極の力を用いることでイビルスパームは完全になる。そうすることで世界からゴミクズが一掃され、さらに人類の魂が工事の存在になることで、我々は理不尽という名の運命からも解き放たれるのです。故に霊剣の欠片が必要だったと、そういうことか。そうです、完全なるイビルスパーム、アルティメットスパームを発生させる理論はこれまでの研究で確立しています。もはや機関にいる必要もありません。あなた方の理念には共感していますし、霊剣邪剣についても多く学ばせていただきました。ですが
理念に縛られすぎているため制限も多い。研究が終わり人類救済プランを確立した今となっては私にとってただの足かせでしかないのですよ。あなた方はもはや是非を問うまでもない。貴様は今ここで私が粛清してやろう。できますかね。グロー君の剣の師匠とはいえ今の私相手に。せっかく見送りに来てくれたのです。お礼として霊剣と邪剣の波動の神髄をお見せしましょう。これほどの力一体どこに。まだ立てますか。さすがは十二の座のお一人だ。お待たせしました。増援か。すまる、共に奴を。ぐわっ！深く、内通者が他にもいたか。ふん、アズウェル様に立てつく老いぼれめ、鬱陶しいんだよ。そこまでにしておきなさい。はっ、追っ手の排除も完了しました。ご苦労様です。さあ、実験、観察、調査の時は終了しました。ここからは実行のフェーズです。ああ、愛する人々よ、私があなた方を苦しみや悲しみから解放し、さらなる栄光を与えましょう。The names of the warriors whose fates were bound to the two swords have been etched into the very fibers of history.